今日はワンちゃんのことを教えてくださってありがとうございました。ありがとうございました。本当にびっくりすることばかりで宮坂さんは小さな頃から動物、はい、ワンちゃんがお好きなんですか？そうですね、ワンちゃんとか、まあ、動物は全般的にみんな好きです。うーん何かきっかけがあったんですか？ワンちゃんが好きになるきっかけですか？わあ、特にそうですね、まあ、うちで唯一飼ってはいけない動物が犬だったんですよ。ダメだったんだ。ダメだったんですよ。それがあって多分もうワンちゃんに執着してた部分は多分ありますね。じゃあ小さな頃の憧れのワンちゃんっていうのがずっと今も続いていて、うん、そうですね、はい、なんでダメだったんですか？ワンちゃんはもう多分一番世話がお世話が大変、しつけも大変っていうので、まあ、父がどうしても犬だけはやめてって言って飼えなかったですね。うわ、でその禁止されていたワンちゃんに今は関わるお仕事で。そうですねすごいな。お仕事にするまではどういうご経験があるんですか？わあ、そうですね、あのこう保健所とかのワンちゃんの譲渡会とかにこう見に行くっていうのはしてました。やっぱりあとペットショップにこうワンちゃんを見るとかはよくやってましたね。そっか、いつかね飼いたいな、そうですね、一緒に遊びたいなって、うん、そこでこう初めて触れ合ったのはどんなタイミングだったんですか？そうですね、近所のもう隣のお家にマツくんっていうワンちゃんがいたんですけど、うん、もうマツくんが本当にいい子で可愛かったんですよ、うん、でたまにマツくんは脱走してうちに来るんですね。宮坂さんのとこに。そうですよね、うん、それがもうあ、マツみたいな、来たのみたいな、うん、私たちはもうそんな感じでしたけど、まあ、飼い主さんは必死に追っかけて、なんでだろう、犬好きがいると思ってですかね、分かったのかな。もうでもすごい可愛くてしょっちゅうマツくん家に行ってましたね。じゃあマツくんがとの触れ合いがまずこうワンちゃんとのファーストコンタクト。そうですね、おそらく一番こう覚えてる記憶の中でちっちゃい頃のワンちゃんの触れ合いはマツくんか、まあ、隣のラッキーちゃんか。じゃあ周りにはたくさんワンちゃんがいて。そうですね、ちっちゃい時から触れ合ってはいたんですね。いました。でもまあ私もワンちゃん見かけたら可愛いと思って触れ合いたいと思うんですが、そこからこうお仕事にするまで、そこまでこうワンちゃんのことにのめり込んだってことですよね。そうですね、うん、専門学校に入ってからさらにこうワンちゃんのこう魅力というか仕事に対してこう、あ、もっとこうしたいあしたいっていうのが出てきて、まあ、就職してそれがどん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 強くなっていったっていう感じですね。専門学校もこういった動物系の。そうですね、トリマーの専門学校に入ってました。その学校時代はどういう勉強されたんですか？学校時代はもうトリミングのワンちゃん の、 その骨格がどうとか、まあ、どういうふうにカットするとか、ワンちゃんの扱い方とか、そういう勉強をしてました。ここからこうやって自分のお店を持つまでになったってすごいですよね。小さな頃の自分に言ってあげたいですよね多分ちっちゃい頃の自分はトリマーになるって思ってないですね。あ、そうなんですね、うん、何がこうトリマーになろうと思った？飼育員さんとかたくさんあるじゃないですか、動物を。きっかけみたいなのは、うん、本当に逆にないんですよ。本当になくて、うん、もう友達がトリマーになるって言ってて、たまたま一緒に学校見学についてったんですね、うん、その時に、あ、毎日毎日犬と触れ合えるんだと思って、ちょっとトリマーやってみたいなっていうところから学校に入ったら、もうトリミングにものめり込んでしまって、犬の魅力とトリミングの魅力両方にこうどんどんのめり込んでった感じです。もう好きなワンちゃんからトリミングの技術って結構大変そうですよね。そうですね、結構そのワンちゃんを相手にハサミでカットしたりバリカンを当てたりしないといけないので、もう怪我させないようにですとか、まあ、そのワンちゃんの動きをこう察知するというかっていうので結構こう緊張しながらやってますけど、そうですね。学校を卒業してからはすぐにこういったトリマーさんのお仕事を始められたんですか？そうですね、うん、あの動物病院に就職してトリマーを始めて、でそこからあのブリーダーさんの下であのトリミングの勉強をさせていただいて、でその後はあのミニチュアシュナーザー専門 の、 あのお店でトリマーとして働かせてもらってました。じゃあ本当にずっと環境は変われどトリマーさん一筋で。そうですね、なんかちょっと大変だなとか思ったことはないですか？そうです、まあ慣れないうちはやっぱりその言葉の通じない動物を相手にトリミングしなきゃいけないので、やっぱりそのうまくいかない、思い通りにならないことが、まあ当たり前なんですけどすごい多くて、何回もこう悲しい思いというか
大変な思いをしてました。あ、そうですよね。めちゃくちゃ嫌がるワンちゃんもちゃんとねカットしてあげないといけなかったり、そうですね、好きだからゆえにちょっと辛いっていうところもありそうですね。そうですね。あとはもう私が慣れてないがゆえにワンちゃんが動いちゃう、嫌がっちゃうっていう、こっちのせいでっていう時がやっぱり一番辛いですね。じゃあ本当にワンちゃんたちが心地よくカットできるようにお勉強をされたっていうことですか。そうですね。どうやってその勉強をしていくんですか、ワンちゃんの気持ちを。今でも多分全部は分かってないとは思うんですけど、まあ、ワンちゃんの様子を見て、こう何度も何度もこう同じ作業でもその子の様子を見て、こうしたらどういう風にリアクションが返ってくるとか、そういうのを見ながら一番落ち着く状態を考えながらそのトリミングをしてますね。わあ、今気持ちが通じたっていう瞬間とかあったりするんですか。トリミング中にですか。はい、ワンちゃんと今までできなかったコミュニケーションがこうできるようになった。ああ、そうですね。それで言うとこう爪切りとか嫌いな子がすごい多いんですけど、最初はすごい嫌がってた子がだんだんこう慣れてきて、私にも慣れてくるし作業にも慣れてきて、こう嫌がらずに切らしてくれるようになったりとかするときに、あ、心を開いてくれたんだなって思います。じゃあそういった瞬間が嬉しい。そうですね。嬉しいですね。あとは一番嬉しいのはもうトリミングが終わってお客さんにこう飼い主さんに返す瞬間のワンちゃんの喜びと飼い主さんの喜びを見るのが一番嬉しいです。わあ、そっか、大事な家族を預かっているっていう立場ですもんね。そうですね。なんか心がけていることはありますか。そうですね、とにかく、まあ、ワンちゃんのストレスをなるべく少なくしてあげることと、そのなるべくこう早い時間で返してあげるっていうことをやっぱり気をつけてるのと、あとはもう本当に怪我とかそういうことがないように気をつけてます。今日本当に勉強になったんですけど、このね番組を見ている方でワンちゃん飼ってある方も多いと思うので、なんかここだけはこう気をつけて心がけてワンちゃんのことを考えてねっていうポイントはありますか。ワンちゃんのこと、そうですね、しつけの部分がやっぱり結構こう心を鬼にしないといけない時がどうしても来るので、その可愛い可愛いとはなっちゃうんですけど、ぐっとこらえる瞬間、犬のためにぐっとこらえると思ってこう飼っていただけたらなと思います。やっぱ甘やかすだけじゃダメで。そうですね、ワンちゃんのために鬼になることも大事なんですね。大事です。はい、もうワンちゃん一筋で来られてますけど、このお仕事以外にもうワンちゃんと関わらないお仕事は全く考えてなかったですか。そうですね、トリマーになってからはないですね。最終的にやっぱり何をしても結局トリマーには戻ってきてますね。そこまで魅力的なこうワンちゃんの どんなところが魅力ですか。すごいやっぱりそのワンちゃんってもともと可愛いじゃないですか、でもトリミングするとさらに可愛くなる。あ、ものすごいこう可愛くなってみんなハッピーになるっていうのがもうやめられないですね。確かに、美容室と一緒だから誰にカットしてもらうかも重要でしょうし、そうですね、やっぱ整えたら可愛くなりますよね。可愛くなります。ただでさえ大好きなワンちゃんをもっと可愛くできる仕事ってことですよね。そうですね、それは幸せな仕事だ。どんな瞬間にうわ私トリマーやっててよかったなって思います。そうですね、ワンちゃんトリミングした後に最後写真を撮るんですよ、写真撮ってこう確認していや可愛いなってなるんですよね。その瞬間がすごい好きです。でももう数多くのワンちゃんを見てきて、それでも可愛いってなりますね。毎回新鮮な気持ちですか。毎回可愛いです。毎回もうその子が今日今この瞬間世界一可愛いと思ってます。あ、嬉しい。そんな方にカットして私もカットしてもらいたい。可愛くなりたい。ではもう本当に誰よりもワンちゃんのことを思って愛情深いトリマーさんで、ワンちゃんもだからそれに応えてくれるってことですよね。そうですね、ありがたいです。もうワンちゃんに助けられてばっかりなので。あ、素敵です。トータルで言うと何年ぐらいワンちゃんたちと関わり。そうですね、12年ぐらいはずっと関わってるんですけど、そうですね、振り返ってみると一番最初に飼った犬がサスケっていう犬なんですけど、ミニチュアシュナウザーで、その子からもう本当にこうその子でトリミングをたくさん練習させてもらったんですね、で、まあ、犬の関わり方とかもこう勉強させてもらった時にもう本当にこう最初の子にはこう苦労をかけたというか、迷惑をかけたなと
ちょっとね練習させてもらって、そうですねっていう、こうそういうのがあって今があるので、本当にもう今まで関わってきたワンちゃんみんなこう感謝ですよね。じゃあもう本当にワンちゃんたちと一緒に歩んできたこの人生だったんですね、うん、今のところ。そうですね今後もそうしていきたい。そうしていきたいですね。ずっとワンちゃんとは関わって生きていきたいです。今後の宮坂さんの目標、こういった関わり方したいみたいなありますか？目標、うん、もうこれからもそのいろんなワンちゃんをこう可愛くしていきたいなとは思ってますね。世界一可愛いワンちゃんをたくさん出す。そうですね、もうあのお店に来てくれるワンちゃんたちをもう世界一可愛くしてお返しするっていうことですね。あ、可愛いワンちゃんがねたくさん街にあふれると本当街もハッピーですもんね。そうですね、うん、ワンちゃんのこともっと勉強していいコミュニケーション取ります。頑張ってください。ありがとうございました、はい、今日はありがとうございます。せーの、他の動画も見らんばいかんよ。